のネズミチューチュー、奥さんのお話は、ィアトリクス・ポターにより執筆された、子供向け絵本である。1910年に、フレデリック・ウォー・ウンチャより出版された。カエルのジャクソンさんが、パーラーに残していた足跡を拭き取るチューチュー奥さん。チューチュー、奥さんは、サラサラした砂の廊下が、何メートルも、何メートルも続き、物置や好みの蔵。 そうの実の置き場などが木の根の間に掘ってある、生け垣の下の土手にできた穴の中に暮らしている。家の中には、キッチン、パーラー、パントリー、貯蔵庫、ベッドルームがあり、ベッドルームの小さなベッドの隣には常にホウきとチリトりが置いてあって、きれいに保たれている。ところがある日、昆虫たちが汚い足跡を残してお部屋を汚してしまう。チューチュー 奥さんによって、カブトムシたちは追い払われ、テントウムシは、テントウムシさん、お前のうちは、燃えてるぞ。と退治され、小さなマフェットの見舞いに来た雲は特にどうということもなく、帰って行った。ちゅうちゅう、奥さんは、遠くの方の廊下で、丸花鉢のバビリガカラッポの貯蔵庫のうちの一つに、三から四匹の他の蜂と巣を作っているのを見つける。巣を引っ張り出そうとしたが、 蜂たちに攻撃されたため、夕ご飯の後に片付けることにして一旦その場から離れた。その後チューチュー、奥さんはパーラーにて隣人であるカエルのジャクソンさんがロッキングチェアに座り、暖炉の前でくつろいでいるのを見つけた。ジャクソンさんは、生垣の根元のジメジメした大変汚らしい堀の中に住んでいる。彼は、スーツの裾から水滴を落としながら濡れた足跡を残していく。 ちゅうちゅう、奥さんは、モップと布巾を持って、彼の後をついていった。ちゅうちゅう、奥さんは、ジャクソンさんに夕食を食べていくよう勧めたが、食べ物は、彼の好みに合わず、蜂蜜の香りに釣られて食器棚を荒らし始めた。砂糖のボールの中に蝶がいるのを見つけるが、一緒にいた丸花鉢に気づくや、稲や、巣を引っ張り出し、部屋を散らかしてしまう。ちゅ奥さんは、騒ぎの末に、 気違いになりそうだと言って貯蔵庫に閉じこもった。しばらくしてから思い切って外に出てみると、そこには誰もおらず、部屋は荒れ放題になっていた。怒った彼女は苔と密朗、そして小枝を使って、ジャクソンさんが入ってこられないように入り口のドアの一部を狭めた。彼女は疲れ果てて部屋をまた綺麗にできるだろうかと思いながらベッドに潜った。欠壁な躊躇。 奥さんは春の2週間を掃除に費やした。彼女は密漏で家具を拭き、小さな鈴のスプーンを磨いた。そして、摂生期の豪華な服を着た5匹の森アカネズミたちとパーティーを開いた。ジャクソンさんもパーティーに参加したが、中々、奥さんがドアを狭めたために家の中に入ることができず、家の外に座った。彼は締め出されたことについて怒ってはいなかった。 窓越しに、どんぐりのコップに入った蜜を渡され、彼はチューチュー、奥さんの健康を祝して乾杯した。チューチュー、奥さんと、丸花鉢、チューチュー、奥さんのイラストはポターによる熱心な昆虫、蜘蛛、両生類の観察と、若い頃のそれらに関する絵の経験によって描かれている。文章やイラストによる描写は、色彩や行動、 昆虫の解剖における深い理解を示している。生物たちは性格かつユーモアを持って描写され、それぞれの生態にも忠実である。例えば、カエルは繁殖期に飲み水から出てくる。クモと蝶はポターが1890年代に顕微鏡による研究によって描いた絵を元にしている。ポターの、チュー,チュー奥さんにおける自然と昆虫の描写は若い頃の、 自然の観察と、ビクトリアアルバート博物館の標本の観察の両方を、源としている。この本のイラストにおいて注目すべき点は、チューチュー、奥さんとジャクソンさんに示されるような擬人的な表現がない、昆虫たちの正確な生物としての表現である。ポターは珍しく昆虫の描写に対して存在である。昆虫たちはそれ、自体に忠実に、もしくはチューチュー、 奥さんとは不通り合いな大きさで描かれ、時折理由もなく大きさが変化している。テントウムシはチューチュー、奥さんより大きく見え、雲もはじめ彼女より大きく描かれていたが、その後の絵では彼女より小さくなっている。ハチたちも時折カエルやネズミより大きく描かれている。ポターの中の自然作家と空想作家は対立しており、ネズミ、カエル、昆虫が 同じ場所に住んでいるにもかかわらずネズミやカエルが擬人化されている中で昆虫だけが自然界に基づき行動する。論理的な理由はないように見える。論理的には昆虫も擬人化されるべきである。カエルが昆虫のような侵略者であると同時に蜂たちを追い払ったものの躊躇、奥さんになぜかパーティーから除外されるなど読者の社会的な善悪の感覚を狂わせる。 ポターの細部への不注意は、彼女が単純に自然の絵を描く技能を示したいという欲に駆られていたため、もしくはニアソーリーでの農業、田舎暮らし、政治への興味が本の生産への興味にとって変わったためである、可能性がある。ビアトリクス・ポターのネズミ中中、奥さんのお話、石井桃子。ありがとうございます。